皆さんにおはせよう。韓国の本が好きなあなたへ話題の本のゲストトークや注目の新刊情報をお届けするインターネットラジオ。聞いて、読んで、で楽しむブックラジオです。担当するのは K ブ o k 振興会の佐々木静代と豊田翔子です。 本日も KBF2024 スペシャルをお届けします。今年11月23日土曜日、24日日曜日に東京神田人保町で開催する KBook Festival2024 に参加くださる出版社の皆さんから今年のテーマ本開く一冊を紹介いただきます。本日スペシャルの第3回には ccc メディアハウスの大淵さん、新庁舎の角さん、アスク出版の富田さんにお越しいただきました。皆さん本日はようこそお越しくださいました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、きちっと、あの、 なかなか普段ね、お話しする機会とかがまだなかったりもしていたので、まずは皆さんの自己紹介をお願いするとともに、えー、自己紹介の中では普段の会社の担当業務で、今年はですね、一つずつ毎年テーマを決めて、プラスアルファをお聞きしています。今年は、これまでに行ったことのある韓国の街や場所の思い出。あるいは、まだ行ったことはないけれども、行ってみたい場所。 についてをその理由とともにお聞きしたいと思います。えー、それではですね、本日は出版社の愛用順で行かせていただきたいと思いまして、えー、アスク出版、富田さんからトップバッターをお願いしていいですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アスク出版、韓国語編集部の富田と申します。えっと、弊社アスク出版は語学教材をメインに扱っている。 会社でありまして、えっと、私は韓国語の学習書の企画と編集を担当しています。と言っても、実は入社したのが先月で、<あ>今、そう<ー>なんですよ。この してる時点でまだ一ヶ月しか経ってないので <laughs> <laughs> まだドキドキ新鮮ですね、はい、富田さん、はい、<笑><笑>本当にひよっこなんですけど<え>、えっと、私が今までに、えー、行ったことのある韓国の街思い出としては、えっと、去年大学生の頃に一年間韓国の高齢大学に交換留学をしてたんですけど、ね、その時に、えっと 韓国ソウルで住んでたんですけどちょっと足を伸ばしてあのパジュっていうところに行きましてもともと本が好きなのであの、うん、出版団地がパジュにあると思うんですけど、うん、そこに行って結構いろんな、えー、と出版社のブックカフェを回ってみたりとか、うん、すごい雰囲気のある可愛らしい韓国の本屋さんをたくさん。 巡れたので、すごく胸に残ってます。うん、でも、あの行った時がどっちも週末で、うん、あんまりあの出版社さんが営業部じゃなくてやんじゃなかったので、<あ> <laughs> ええ、ぜひリベンジしたいなと思っている場所でもあります。<あ>よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。あ、なるほど。もうまだ新卒あ、新人さんでいらっしゃって、新卒で、まあ。 まあもうなんか懐かしすぎてちょっと何年前だったかなと思っちゃうんですけれども、あどうでしたか。あねパジュー、すごいなんだろう、私も1回しかまだ行ったことがないですけど、あのなんか独特の街ですよね、可愛いいところもあるし、うん、なんか本当にオフィスが大きな工場みたいな感じのもあったりとかっていう不思議な感じのところ、確かに平日行かないと人もあまりいないですものね。うん <laughs> じゃあ、ぜひぜひリベンジしてみてください。じゃあ、今日はよろしくお願いいたします。はい、続いては、では、ccc メディアハウス大淵さん、お願いします。はい、ccc メディアハウスの大淵と申します。えっと、私は書籍編集部で、うん、書籍の編集はあの翻訳、国内問わずやっているんですけれども、うん、えー、その中で韓国の書籍を担当させていただくことが多くて。 えー、エッセイだったりとか小説だったりまあちょっと心理系の本だったりとか幅広く担当しております。うん、えっとこれまで行ったことのある韓国の街ですとえっ、ー、と今年ちょうど4月に韓国旅行行ってきたんですけれども、うん、そこで記憶にすごく残っているのがアングックのカフェがすごい美味しかったなおー あの2つレイヤードカフェっていうところとフェ、はい、っていうところに行ったんですけどすごいオニオンはすごい今大人気のお店ですよね <laughs> す行列でもうオープン前から30分ぐらい並ぶんですけどどちらもすっごくパンが美味しくって、うん、あの結構感動的に美味しかったです <laughs> そうなんですね結構大きくって食べ ですけどもう食べだしたペロリっていう感じで美味しいのでおすすめですあと<ぁ>リウムビジョンとかも行ってきましたあ、いいですねけどね本当、ね、ソウルもいっぱい,い,きいき行き行行ききたいところあとお店だと新しいね,ねヒットのお店もいっぱい出てくるのまだオンニョンは行ったことも見たことも私もまだなくて 噂にだけすですよそうなんです、ね、すごいあだから美味しさがあるからただ人気ってあのそのねかっ,かっこいいとかだけではない美味しさが支えてるんですね。 そうですね。お店もおしゃれですけど。うん,うん。十二月にまた韓国に行くので、はい、また新しく開拓していきたいなと思う。んですそうですか。私も十二月に行くんですよ。いいですね。だったら、おっしゃてください。はい、そうですね。ね、みんなでね、そういう情報交換し合いましょう。<laughs> はい、ありがとうございます。では、最後、ええー、新潮社加藤さん、よろしくお願いします。 こんにちははじめまして新庁舎のえっ、ー、と出版企画部の角と申します。えっ、ー、と新庁舎は韓国ものの専門ということではなくって広く一般書を出しているんですけども、去年えっ、ー、と BTS の初めてのガイドブックをえっ、ー、とうちからえっ、ー、と BTS のえっ、ー、とビヨンドザストーリーですねを、うん、出版しましてでいろんなあの ファンの方たち、いろんな読者の方がいるんだなっていうことが、社として改めて見えてきまして、今年初めてあの参加させていただくことになりました。とても楽しみにしています。よろしくお願いします。お願いします。で、えっと、私はつい最近、えっと、釜山、うん、に行って帰ってきたところです。<ー>はい。そうですか、はいで。いかがでしたか とっても良かったですね。あの、やっぱり秋だったので、うん、多分一番季節がいい時でした。あ外国の、あのー、観光客の方もたくさんいらしたのがとっても印象的でしたし、うん えと月末ももう一回行くんですけどすごい、はい、出張でも本当にね2時間半で行けて帰ってこられるので、うん、本当にありがたいないろんな魅力があるなと行くたびに思っています。うんうんはい、ありがとうございますちなみに今収録している週からすると私も来週プサンの方に行きます。プサンとトンヨンととトヨいいう港町の方に、うん、はい トンヨンという港町に行ってくるんですけれどもね本当にねソウルにロップサンにしろ近くてあと、うん、今ねあのブックフェアもね韓国各地で開かれているので結構行かれてる方が増えてるなという印象があります。ではその今日は、えー、と3人の女性陣と一緒に <laughs> お話を進めていきますよろししくお願いします。 ではここから改めてあの各社の K ブックあのどのような本を普段出されているかありましたら教えていただくともに、えー、今年のテーマ本「開く一冊」についてご紹介くださいでは今の逆順にいきますので続けてになりますが新潮社の加藤さんお願いいたします、はいはい えっと、新庁舎の開く一冊は、ハルビンという本になります。えっ、ー、と、ハルビンは、えっ、ー、と、歴史作家のキム・フンさんが、えっ、ー、と、韓国で出されたものを日本語を訳した本で、役者は、えっ、ー、と、ハスイケ・カオルさんになります。で、韓国では33万部のベストセラーになったものをこちらで訳して出版しました。で、私も読ませていただいたんですけれども、 もう最初から最後まで初めて知ることの連続であの事件の、うん、まあ主人公というかあの一番の重要人物になったアンジュンさんはどんな若者だったのかどんなところで生まれてどういう道をたどってハルビンに至ったのかっていうのが最初から最後まで本当にとっても胸に残るお話でした。うん、ぜひ読んでいいいいたただだだきたいなと思っててますでもう1冊だけご紹介させてくださせく、はい はいえー、と今度の K ブックフェアに新潮者が持っていくもう一冊、あのー、大事な本がありましてこの年のソウルという、えー、と歴史創説になります、えー、と作家の、えー、と黒川壮さんによる、えー、と新刊本で実は11月28日が発売日なんですけども、はい、K ブックのために数限定ではありますけれども、うん、会場にお持ちして販売したいと思っています 素晴らしいじゃあ先行販売の形を取っていただける、はい、ってことなんですね。はい<あ>、はい。嬉しいですね。はい。でえっ、ー、と斉藤真理子さんによる推薦文をいただいておりまして、ぜひこれもあの手に取ってみていただきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。ねあの本当に今年は皆さんがこの 時期に向けても準備をしていただいた本もあるので、ますます楽しみなんですけど、黒川さんの方も楽しみにしております。はい。あと、ハルビンについては、えっ、ー、と、以前実は新潮社の編集担当された前田さんにこの番組にも出ていただいておりますので、そこでもね、どういう経緯でこのね、はい、ハルビンが誕生したのかとか、私たちにとっては実は新潮社クレストブック にあの、はい、韓国文学が初めて入ったということで非常に喜んでましてはいはいそのお話をさせていただいているのであ,ありがとうございます前田誠一というのが担当なんですけれども、うん、前田はもう長らくあのアメリカやヨーロッパの脚本を解決けていまして、うん、ずっと現地のブックフェアなんかにも行ってるんですけど、うん、この2年私も一緒に僕のブックフェアに参加させていただいて、うん、本当に新しい地平線を見ている。 っていうので、本当に面白く、あの勉強と仕事とさせていただいてます、うんうん。はい、ありがとうございます。ではね、まあ、前回の回もぜひね、皆さんお聞きいただければと思います。ありがとうございました。では、続いては、ccc メディアハウス大淵さん、お願いします。はい。えー、弊社の K ーブックの取り組みとしては。えー、まあ、韓国エッセイ。 えーまあ、イラストエッセーだったりとか、えー、小説ビジネス書など、えー、ジャンルは多岐にわたってるんですけれども、まあ、風通しよく生きるための韓国書籍という形でう、まあ、多数刊行させていただいておりますでそんな弊社の、えー、今年の開く一冊は、えー、イ・ースラさんの「29歳今日から私が課長です」という本です、えー、とイースラさんは年の えー、韓国のネット書店のイエス・イーシプサーっていう、えー、書店が行った韓国読者が選ぶ若い作家っていう、あのー、投票がありましてそれであの5万票以上獲得して1位になった、えー、今韓国で一番注目されている若手作家でもいい方だと思います、うん、で、えー、とこの本は、えー、韓国でドラマ化も決定してまして はい、ちょっと日本で見られるかはまだ分からないんですけれどもうん、うん、おそらく、まああのー、見れるんじゃないかなと思ってこの本は、まあえー、今日から私が課長ですということなんですけれども課長制のその先といいますか、えーうん、娘が、あのー、今までの父のように一家の家計を支えて あの家族の決定権を持つような立場になったらどんなふうになるのかっていうのを、うんまあ、イ・スラさんが実際に、えー、とそういうご家族の今形をされてるんですけれども、うん、それをまあ私小説と言いますか、うんえー、主人公もスラっていうのが主人公なんですけれどもそういった形になった時に父は。 あの威厳を自ら手放してかわいい中年男性になり <laughs> 母は、えー、なんだ毎日こうご飯を作ったりすることに発生するようになったりして、うん、で今までよりもずっと重宝される存在になってきたりとか家族の形が順番に変わっていくところが面白い小説です。うん、すごくユーモアとリスペクトたっぷりに新しい 家、はいはい、楽しみあのねこれもね何て言うのかな新しい形を、うん、あのとても体験をもとに書かれているのでねなんか思わず「うんうん」ってうなずくところがいっぱいある作品だなと思ってたんですけれども是非、はい、ね多くの方にまたこちらも手に取っていただきたいなと思いますね。ありがとうございます。うん 風通しよく生きる本あの本を届けてらっしゃるっていうあのあすごくいいフレーズだなと思っちゃいましたあ,ありがとうございます勝手に考えました、うん、私が<あ>別に会社全体でとかじゃないけど,<笑><笑>けどね何かを紹介するときにね何か全体を象徴する言葉があるって多分イメージがつきやすいなと思ってすごくいいあのフレーズだと思います <laughs> あ,ありがとうございます <laughs> <laughs> ありがとうございますはい続いてはで、ね、は アスク出版富田さんから開く一冊をお願いいたします。はいえっと、弊社のケイブックの取り組みに関しましては、うんえっと、こういったあの韓国に関連するイベントに積極的に参加して、えっと、韓国語の学習者の皆様が、ケイ、うん、カルチャーのファンの皆様との交流を。 大切にしてていいいるっていうところだと思私、うんえっと開く一冊としては「えっと、できる韓国語」シリーズの初級1なんですけれどもこれは長く愛,さ愛してくださっているロングセラーでありまして中身は結構その。 韓国語をすごい入門者で、えっと、英語で言うとアルファベットを覚え始めたくらいだけど、どうでしょうっていう方にも自信を持ってお勧めしている、本当に韓国語の世界を開く一冊、初めの一冊になっていると思います。構成としては、その最初にハングル文字の出来方、こういうふうにできてるんだよっていうところからその、 私は会社員ですとかお名前は何ですかとか本当にすぐ使えるような基礎的なフレーズを勉強できるっていうところがありまして、えっと、特にそのポイントとしては実際のレッスン動画を無料で YouTube で見られるので独、うん、学している方たくさんいらっしゃると思うんですけれども寂しくならないというか人 <laughs> と一緒に勉強がしているような雰囲気で 続けられるっていうところになると思います。はい、うん、ありがとうございます。はい、あのできる韓国語シリーズで韓国語を学んだ佐々木 <laughs> もう一つ <laughs> 押してます。<laughs> お世話になりました。<laughs> <laughs> 中級まではあのできる韓国語のシリーズで実ははい勉強させていただいていたので非常に馴染みもありますし今ねたくさんのいろいろな あの、独学されてる人もそうですし、いろいろな韓国語教室さんでもね、使ってらっしゃるところも多い、本当にベストセラーの作品だと思います。改めてね、あの、会場でじゃあね、いろいろそういうのをまだ知らなかった方、独学の方にも進めていただければと思います。はい、ありがとうございます。それではここからは少しフェスの、あの、当日のことなどについてちょっと伺っていきたいと思います。 今年はあの特に出版社の皆さんに、まあ、去年から特になんですけど、フェス当日に、えっと、私たち事務局があの開催するトークイベントだけではなく、ぜひね、読者の皆さんとつながれる何か来場者向けの、えー、イベントだったりとか、それから何か特典だったりとかをあのぜひご企画。 企画してくださいとお願いしておりますので、その決ま、今現在で決まっている情報などを、ね、教えていただければと思いますので、えー、オンラインの頃から、ねあの、オンライン開催の時から参加いただいているので、CCC メディアハウス、大渕さんのところでの企画、教えていただけますか、はいえー、弊社は、えー、今年先ほどあの29歳、今日から私が課長です、のイースラさんと、 あと、以前、弊社から出した本の、えー、女2人暮らしていますという本の著者のファン・ソンヌさん、お二人が来日されて、トークイベントとサイン会を予定しております。えー、とお二人で、えーとまあえー、風通しのいい生き方の話というトークで話していただこうかなと思っておりまして、ねまあ、あの先ほどご紹介したように、家父長をならぬ、家女長の 新しい家族の形を提案したイースラさんと、えー、女2人暮らしていますで、えー、恋人でもただのルームメイトでもない独身女性2人で作る分子式家族を提案さ,されているファンソンヌさんのお二人であの既存の制度とか枠組みにとらわれない生き方をあの自ら選択された2人が語り合うあのこれからの生き方みたいなことを発揮し,していただこうかなと。うん 思っていますでお二人ともあの韓国ではすごく人気のある方でイースラさんもサイン会開くとも長蛇の列で全然あの列の先が見えないぐらいあか方ですしあのファン・ソンヌさんもあのトークイベントなど開かれるとも全然満,満員で。 本も出されると結構あのランキングもずっと上位の方にいたりとか、うん、本当に大人気な方なのであの日本で見られる貴重な機会になるかなと思いますあの。お二人ともすごく日本の読者の方々に会えるのを楽しみにしていると思うので、うん、ぜひお越しいただければと思います。うんはい、ありがとうございいますあの今回、ね、あの嬉しののはそうやって韓国から来た作家さん同士の えー、韓国の作家さん同士の対談をなぜか日本で見るっていうね、すごく贅沢な時間だと思いますし、本当に皆さん多分ね、作家の皆さんも少しこうコロナの時期とかはご自身の本が出てもね、実際にこう手にする機会、あの書店に並んでる姿とかをご覧になれなかった時間もあったので、楽しみにしていただいているのかなと思います。そうですか、そんなにサイン会にも並ぶんですね。 では、場所の確保を頑張りましょう。<laughs> <laughs> はい。ありがとうございます。えー、詳しいイベントの情報なのは、えー、公式のホームページですとか、それから SNS でこれからどんどんアップされていきますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに日付で言いますと、11月23日土曜日の午後予定しております。ありがとうございました。はい。では、続いて、アスク出版富田さん、お願いします。 はいえっと、弊社の取り組みとしてはサイン会ではないんですけど、うん、サイン本をいやってるところです、はいえっと。サイン本の内容としては先ほど紹介したできる韓国語シリーズのイ・ジオン先生と、うん、あと「隙間時間で韓国語レッスン」っていう本があるんですけど、うん、その著者であるカンミング先生にサインをいただいて<ー>そちら、えっと、先着で何名か の方に、えー、とお届けしたいいと思っています隙間時間の方は、えっと、カンミング先生あの有名な先生 YouTube とかでもよく活動されてる方だと思うんですけど、うん、この「隙間時間で韓国語レッスン」って本は今手元にあるんですけどすごく可愛くってちょっと。うん 感動したというか、カバーを外したら、なんか、こういう感じになってるんですけど、<お>ラジオ。そうなんですね。あ、<laughs> ラジオではね、画面を見お見せできないので、<laughs> ぜひ皆さん会場で <laughs>。ね、<laughs> <laughs> あの、<laughs> ちょっと見てくださいね。うん、結構、あの、持ち運びしやすいというか、なんか。うん、韓国語学習書、ザ、ザ、学習書っていう感じじゃない感じなので。すごく可愛いなっていうところに、個人的に感動したんですけど、中身も結構。 ハンガンガででめくをしましまょううとを韓国語で言ってみようみよたいな私もそうなんですけどその韓国ドラマとかよく見る好きなファンからしたらハンガンでちめくってすごく憧れる部分なんですけど <laughs> そういうのをすぐ実践で韓国語で言えるようになる本っていう部分でも魅力的なので是非またサイン本 特別にご用意いたしますので、これを目当てにというか、えっ、ー、とお寄りいただければと思ってます。はい。あ、ありがとうございます。確かにね、自分がこうこれを行ってみたいと思ったのをね、あのすぐ使えるようになるのって一番のお喜びですもんね。そういう意味ではね、本当まだハンガでちめこを私もしたことがないので、<laughs> <laughs> ぜひチャレンジしたいですね。はい、ありがとうございます。楽しみにしてます。 はい。では、新庁舎加藤さん、よろしくお願いします。はい。新庁舎は特にイベントは企画していないんですけれども、うんうん、えっと、当日持っていく本、えっ、はい、と、当日お買い上げいただける本に工夫をしています。<お>ちょっと書店にはあまりもう出回ってないもの、ちょっと10年前になるんですけれども、はい、すごく素敵な韓国物の小型のビジュアルブック、はい、トンボの本で、 え<ー>韓国昔の味というものと、韓国の美しいものっていうのがあって、これ、はい、は今見ると本当に美しくって、ちょっとこれも限定になるんですけど、<ー>あの、しっかり持っていてお見せできたらなと思っています。<ー>あとは当日販売はまだできないんですけど、当日になると、えー、っと、新刊情報が解禁になる本が。 考察ありまして、はい、の情報だったり試し読みができるような内容のものもお渡しできたらなと思っています。おーいいですね。試し読みで、ね、やはり皆さんにね、はい、ちょっと知っていただくにはすごく有効だと思うので、はい、それはとてもはい力を入れて作っている本なので、ぜひ当日お会いしながら、はい、あのご紹介できたらなと思っている本です。 はい、ありがとうございます。ね、皆さんね、まあ来場した時の楽しみとしてはね、そういったものに出会えるチャンスですからね、ぜひ足を運んでいただければいいなというのと、その10年前の方も確かにちょっと拝見したくなりますね。ありがとうございました。はい、では。 えー、そろそろもう時間も近づいてはきてますけれどもまずはちょっとねここからは今回あのフェスティバルに参加いただくので、えっと、期待していることなどを、ね、皆さんに伺っていきたいんですけれども、えっと、出版社としては今年初めてケーブクフェスティバルに参加いただく新庁社さんなんですけどなんかね先ほど伺ったところによると昨年の会場にも加藤さんお越しいただいてたということなんですけどその時の印象と、はい、それから今年出展者 として参加されてどんなことに期待されてるか教えていただけますか。はい。えっ、ー、と去年も実は出版あ出展したかったんですけれども、そうだったんですね。ねはい。あのかなり前から準備が始まっていたので、ねあ、上げた時にはもう遅かったんですけれども、<あ>はい。なのでお客の一人として来場させていただいて、本当に熱気がある。そして少しなていうんだろう、もうすでに知り合い の感じがあるととといいうか<ー>とっても素敵なな会場だなと思いました<ー>確かに去年って会が2つに分かれてたと思うんですけど皆さんが行ったり来たりしながら、あのー、どの本がいいかなそしてど本があるかなってブースの間を見て回ってるのがとっても素敵でぜひ来年はと思って帰ってきたのを覚えています。う 今年はその中に出店者として、はい、じゃあ満を持してご参加いただけるわけで、はい、期待高まっていらっしゃいますでしょうか、はい、そうです,、ね、ですしその新庁舎のブースにいらしてくださった方とお話しできるのをとっても楽しみにしています。あのこれからもいろんな勧告ものを出していきたいんですけどきっとその中で参考になるような言葉をいただいたりできるんじゃないかなと思っています。 ありがとうございます。で、みんなが、あの、結構確かに、あの、いろんな場面で出会ってる人たち、あの、実は、えっ、ー、と、翻訳を学ばれてる方たちだったり、翻訳者の方とのつながりがある、著者とつながりがあるっていう方たちが、去年も本当に全国からいらっしゃっていて、えー、去年は、奈良、もう知ってるだけで奈良、大阪、福岡、 かららはいいっっしゃっていて奈良の方はなんか前日に X ですっごく気になってるどうしようどうしようって行きたいんだけどって言ってたらそれを読んだ他の方がそう思った時は行った方がいいよって書き込んでくれたらそのまま本当に翌日来てくださって来ましたよって言って声かけていただいたことがあるんですけどねそうやって皆さんいらっしゃるのでぜひじゃあいろいろな会話も楽しんでください。 はいいい楽ししみにしてまますす、はい、ありがとうございますでは「ASK!、えー」アスク出版さんは会場参加3回目になるんですけれどもあの本当にが韓国語の学習者さんともたくさんいらっしゃるんですけど富田さんは出展者として今回初めてですけれどもどんなこと期待していますか、うん、最近はやっぱり k p o p が好きな人たちが増えていると思うんですけど、うん、特にその 最近驚いたのが小学生の方とかもう幼稚園生保育園生もあの k p o p のダンスをもっと理解したいから踊りたいからっていうことで韓国語勉強したいんですけどっていう声を聞くことがあったのであこんな時代になってるんだなっていうすごい韓国語学習者の年齢層の広まりっていうのをすごく感じてましてこれからまたなんかそういう子どもさん向けの韓国語を楽しく学べる みたいなそういうものもできたらすごい素敵だなと思ってますし、うん、やっぱりそれと同時にその冬のそなたとかそこらから韓国にハマってずっとコツコツ韓国語を勉強し続けている人たちの,その中級とか上級のレベルの韓国語教材の需要っていうのも同時に高まってるってうので、うん、そういう本当にえっと 直接学習者の方たちと交流できるすごい貴重な機会なのでそこら辺も含めてぜひいろんなお話をしたらいいさせていただきたいなっていう部分を一番期待してます。あ,ありがとうございまます、ね、富田さんはまだあの 新入社員でいらっしゃってということでね、はい、さっきおっしゃってた小学生、中学生と一番まだ私たちの今喋ってる中で一番その若い世代に近い世代なので、<laughs> ぜひね、そういう方たち向けのものも、それで,で私たちのように長くね、勉強しているものへのいい教材もこれから作っていただければと思いますし、そういう会場も幅広い方がいらっしゃるので、いろいろお話聞いてみてください。よろしくお願いします。はい。 では CCC、えー、メディアハウスさんはオンラインの時から出ていただいて会場参加は今年が2回目となるんですけれども大内さん自身これまで参加した会場の雰囲気などはいかがですかもし何か印象にお客様と印象に残っているようなこととか会場の雰囲気で印象に残っていることとかあれば教えていただけますかはいえっ、ー、とやっぱりお客さんと実際顔を合わせて本の話をしながら買ってもらえるって、うん、本当にあの、うん、あの けがのなない時間だなと思うんですあと他にあに印象に残ったのがやっぱりあの韓国書籍に関わる方が本当一堂に会するので、うん、著者の方もいらっしゃれば翻訳もたくさんいらっしゃいますし、うん、書店の方もいればあの韓国の版元から遊びに来てくださる方もいて。 あの去年もその今年も来場されるんですけどイースラさんとファン・ソンさんの版、うん、元のイヤギ・ジャンスっていう会社の,、うん、あの編集さんすごい面白い方で <laughs>、えー、本当に明るくてあの太陽のそういう,こうあの何て言うんだろう本との出会いもあるし人との出会いもあってあ<ー>あの一般のお客さんであっても、まあ、韓国語に興味があるとか、えー、あまあ 出版関係の方だったりとかいあの、いろんな交流ができるかなと思うので、うん、そういうところも楽しみに来ていただけるといいのではないかなと思います。あ ありがとうございます。確かに実はね、あの今お名前が出たイヤギチャンスの皆さんは遊びに来てくださってたんですよね、去年会場に実は。で、あまりにもその会場の雰囲気とか、あと思った以上に韓国語で話す方も多くて、韓国語の本を買う方も多かったのが、とても驚かれて、 あの実はいろんな韓国の出版関係者の方に「キーブックフェスティバルすごいよ」ってとてもねアピールしてくださったんですよ。それでなんか今年は本当にそういう方たちがあの声をかけてくださるのもあってじゃあ出展者としてあの来ていただきましょうってなったきっかけでもありました。うえーね、そうなんですいいですすいいよ 明るいエネルギーが敷かれてる方ですよね。<laughs> <laughs> そうですよね。なのでね、やっぱりそれそうやってみんなに言いたくなるぐらいすごく楽しい空間だったよっていうのを聞いて私たちも嬉しく思いましたし、その絵が増えていってるっていうのはとても嬉しく思います。あ、えっ、ー、とはい、ありがとうございます。今ですね、新庁舎の前田さんがあのちょっとあの編先ほど名前の出た編集担当の前田さんがちょっとあのお越しいただけたので、前田さんもあのよかったら一言こ 今年のフェスに期待するところなど一言いただけますか？あ、はい、すいません。もう急遽ちょっとね。大丈夫です。出なきゃいけなくて申し訳なかったです。あの楽しみにしてます。えっと本当にえっと。去年も一昨年もちょっとあの、えー、このフェアのちょうどじ同じような時期に韓国で出張でえー、ーデンのフェアっていうのがちょうどあったりして、なかなか出られなかったんですけども。 ようやく、あのー、そ,それもありますしまだそんなに韓国の方がなかったんですよね。うん、うで少しずつ増えてきましたんでこれからあのまだあの新刊情報としてお伝えできるものも含めてこれから少しずつやっぱ増やしていこうと思いますのでちょっとあの出たいなってずっと思ってたところ<あ>ようやく。<laughs> なのでさせてもらえるっていうようなことで、<laughs> もう本当に新,新人と言いますか。皆さんよろしくお願いいたします。こちらこそです。そう言っていただけて、非常に私どもも光栄に思います。はい、ご一緒できて嬉しく思います。よろしくお願いします。 はい、それでは、あ、ごり惜しいところですけれども、最後におあいご挨拶の時間となりましたので。一言ずつ、じゃ、フェスへの意気込みをお話しいただいて、終わりにさせていただきます。では、スク出版富田さん、一言お願いします。はい、えっと、えっと、えっと、フェスで、えっと、本当にいろんな。 ケーブックを愛する皆さん、韓国文学を愛する皆さんとお会いできるの、本当に楽しみにしています。えっと、学習、韓国語を学習しているっていうことに全然限らずに、もう本当に最近なんかこういう韓国料理にハマってるとか、もう本当になんだろうな。あの、適当ではないけど、まあ、あの、気軽に声をかけてくだされば、そういうところでの、あの交流っていうのもすごく貴重な場面なので。 本当にお話しできたらいいなっていうのをすごく思ってます。素敵な会場の雰囲気を皆さんで一緒に楽しんでいけたらと思うので、私も今からとても楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本当にね。一緒にみんなで楽しめたらいいなと思います。よろしくお願いします。では、新庁舎加藤さん一言お願いします。はい、今日は参加させていただいてありがとうございました。 あの新紙メディアハウスさんとアスク出版さんの、あの開く一冊、私も絶対現地で買いたいなと思いました。<laughs> はい。<laughs> 当日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、では大淵さん、お願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございました。私も新庁舎さんのクレストブックスはもうずっとファンなので、<laughs> あの、すごく楽しみです。当日。 韓国語学習も今あのまだ全然初級なんですけど始めたばっかりなので「アスク出版さんの本もあの拝見させていただきたいと思います。当日はお客さんの皆さんとも会えるの楽しみにしてますので、うん、よろしくお願いします。 はい、ありがとうございますね。今皆さんがおっしゃっていただいたように、あの、せっかくの機会で、普段だと出版社ごとに活動することが多いんですけど、やっぱりフェスティバルの良さだと思うので、出版社同士もこう横にね、皆さんでつ、あの、つながっていただけると一番嬉しいかなと思います。前回出てくださった方が、自分のところで売る以上に買って帰っちゃいましたっておっしゃってました。うん <laughs> 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 なんて素敵な言葉だろうと思ったんですけど <laughs>、ね、あのそうやって私たち、ね、本が好きなメンバーが会場に、ね、出版社の人間としてもいるわけですから私たち自身もまずは一緒に楽しめればと思いますのでぜひ当日までよろしくお願いいたします。はい、皆さんあありりがとりがととううごござざいいままししたた それでは今週の新刊とイベント情報を豊田さんに伝えてもらいましょう豊田さんお願いしますはい、本日は3冊の新刊をご紹介しますまず1冊目はパイインターナショナルより10月23日に刊行される韓国初人気ショップ100件のデザインですこちらはパイインターナショナル編集です韓国のトレンドを発信する 個性的なショップの特集、E 食住の様々なショップを一堂に集めた書籍となっています。店の外観、内観、グラフィックツール、パッケージ、オリジナルグッズなど、ショップデザインの実例を豊富な写真で紹介しています。内装や設計関連、デザイナー、イラストレーターの名称も可能な限り記載されており、 今まであまり知られていなかった韓国・ソウルの店づくりに携わるクリエイター情報が満載の価値ある1冊です。2冊目は、公文社より10月23日に刊行される成功の毎日日を月1韓国美容課金1人旅で試したすべてです。こちらは7ちょです。月1韓国美容課金1人旅と称して SNS 発信し、 モデルや韓国通にも広く信頼される美容家、ナナさんによる美容本の教科書、すべて自分で試しながら、今回は韓国の美容クリニック医師、大手コスメブランド薬剤師などに徹底取材したエビデンス付きの濃密な内容になります。3冊目は生産者より10月24日に刊行されるトッケビ 梅雨時商店街です。こちらはゆうんんち岩井子役です自費出版のクラウドファンディングで1982%達成と大バズりした韓国で噂の大注目ファンタジーがついに日本で翻訳出版されます。あなたの幸を特機日に預けませんか こうなエピソードを手紙に書いて送ってポストに記号のようなおかしな文字が書かれた封筒が届いたらそれはとっけからの招待状案内猫の一社をお供に希望通りの人生が手に入る鶴月商店街へお招きします続いてイベント情報を2件ご紹介します10月31日木曜日19時から話題の映画にも 出演中、韓国俳優が見る日本の俳優と演技が東京神保町のチェッコリ会場とオンラインにて開催されます。また、11月1日金曜日18時30分から、韓国文学の月第1弾、日韓作家対談、チェ・ウニョン、村田沙やかが大阪梅田蔦屋書店、 外エリアで開催されます。参加の申し込みは10月23日（水曜日）です。詳細や申し込みは大阪韓国文化院のホームページおよび SNS をご覧ください。K BOOK ラジオでは、皆さんが読んだ韓国の本 K BOOK の感想をお待ちしています。X や Instagram にハッシュタグ ラジオをつけて投稿いただくか専用の投稿フォームでも受け付けていますお寄せいただいたコメントは私これ読みましたのコーナーで紹介させていただき紹介させていただいた方にはオリジナル特製しおりをプレゼントします皆さんの感想や番組へのコメントをお待ちしていますなお KBook ラジオは Spotify アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、YouTube でお聴きいただけます。お好みのプラットフォームでチャンネル登録をよろしくお願いします。また、毎週ご紹介した書籍やイベント情報は、各回の概要欄に詳細情報がありますので、ぜひチェックしてください。 今年は例年以上に新刊をこの10月11月とフェスティバルに向けて出版いただく社も増えています。中には会場が先行販売になる社もあるとのことですから是非事前に SNS で「ハッ k b o o k フェスを検索しチェックしてください。 さて次週10月25日の配信は KBF2024 スペシャルの4回目を NHK 出版大月書店アストラハウスの皆さんをお迎えしてお届けします。どうぞお楽しみに。それでは来週金曜日にまたお会いしましょう。あんにょーん。あんにょーん。